My name is Tyler Key. No way! 質問もするべ、中明に対する気持ちを3文字のお願い、ごみかす。はい。もうこれに尽きるね。てか、そういうの、なんかみんなめっちゃ中明好きよね。なんかめっちゃさ、なんかコメント欄いつ見ても中開けしてくださいとか、中開けしてください、中開けしろ、中開け、中開け、中開けで、めっちゃ中開けうるさいんやけど、そんな中開け好きなん？え、ま、マジで俺なんかどのライブやってもなんかずっと中開けしろ、中開けしろって言うんやけど、でそれで俺中開けしたらカス焼きとか言うんだろ。むちゃくちゃよね。むちゃくちゃちゃう、マジで。もう理不尽の極まりないんやけど、セガと中明はもはや見向かしている気がする。もうね、まあ俺が言うのもなんだけど、もうなんかセガったり関してもさ、なんかてか セガじゃないしね、うん、SMREA なのにみんななんかどこもかしとも株式会社セガさんの方使ってるからさ、よくないよあれ、あの文化。うん、俺はちゃんとどのあれに対してもちゃんと丸をつけてるのに、なんかコメント欄見たら絶対もうほとんど 80% くらいの確率で丸ついてないからさ。俺は丸がついてる方だから。ドネイトをより見つけられるようになるにはどうすればいいですか？ドネイトはね、もう流れ。なんか流れっていうかね、あれドネイトのやり方マジ難しいやけど、なんか 2×3 の穴をね、見つけるっていうことをね、意識すればいいよ。ドネイトのやり方はね、まあ、そんな難しいやつでもないんだよ。みんなが思っとるより、あなたが思うより簡単ですなんよ多分。まあいわゆる空中で T スピン組むみたいな感じ。空中で T スピン組んだり、テトリスするような穴をあえて塞いで T スピンをするみたいなのがいわゆるドネイトっていう、まあほぼアドリブ T スピンダブルやと思ってくれたら、例えばよくある形で言ったらこういう感じのあんじゃん。でこれは普通の T スピンなわけよね。これは普通の T スピンや。でこれじゃなくて、ここ以外で T スピンをするみたいな。例えばこれもこういう T スピンもあるんよ。まあ、これあんまり好ましくない方やけど、だったりとか、本当はここでこうやって普通に置いてなんか大身のとか置いたらええやんと思うけど、まあこれこうやってしたら T スピントリプルできそうやん。うん、なんかこういう地形、左側のこういう地形があったら、ここにエルミの縦置きしたらなんか T スピントリプルできそうじゃねみたいな感じから、こうやって組んだらあできましたみたいな、こういうのがなんかドネイトっていうんかな。ちょっと俺もね、名前の由来とか正しいあれとかはちょっとあんまりよく分かってなかったですねけど、実は、まあ、すごく簡単に見つける方法は3マス、あれ、3マスのチケってね、ドネイトめっちゃ使うよ、ここ。例えば、ここってさ、ここにエルミノ置いたらさ、ここに3マスの、これ、穴ができるやん。ここって、S ミノか Z ミノを片方置くだけで、ちょっと T スピンチケ、T スピンのこれ、チケになりそうやない、なんとなく。やけん、こうやっておいて、まあ、これちょっと T スピンシングルか。こうやっておいて、やったら、T スピンダブルになるよねみたいな。階段ドレイントとか一番簡単よね。こういう階段チックな地形があったら、この 1,2,3,4 マス目のここに屋根をつけて、でこの階段と逆の方向になるように、この S ミノかもしくは Z ミノをこんな風に置いたら、ここに T スピンダブルができるよねみたいな。こういうパターンがね、なんか、まあ、3パターンか4パターンぐらいあるんよ、多くても。で、その3パターンから4パターン覚えとったら、大体ドネイトってね、80% ぐらいはね、制覇できる。上手い人の見よったらね、たまに、こいつ何やってんのみたいなもう出てきたりするんやけど、なんか普通はなんか、そんな、めっちゃ覚えないかんとか、その T スピンダブル、めちゃめちゃ覚えないかんみたいなのは、あんまりないかな。終わっちゃったわ。とりあえずドネイトで最初に覚えとったらいいのが、まず階段ドネイト。練習方法はめっちゃ簡単。最初に T ミノをここに置きます。はい。T ミノを S ミノってこうやって、こんな風に、これ、はい、もうこれですごい階段チックになったよ、これ。すごい階段チックになったじゃん。あとは、ここの階段崩さんように適当に最初組んじゃって、で、こっちじゃダメなんよ。こっちやったら普通に2マス消しになっちゃうじゃん。だけど2マス消さんように置くんよ。この場合やったら、この、S ミノじゃなくてこの Z ミノ
で Z ミノ置いたらここで T スピンダブルの形できそうじゃん。であとはここに屋根をつけるだけみたいな、まあ、屋根の付け方はこれでもいいし、まあ、S ミノ使ってこれでもいいし、であとは T スピンダブルやるだけみたいな。階段ドネイトはマジで一番ドネイトの、もう数あるドネイトの中で一番簡単なやつやけん真似してほしいかなっていう。でこれも一緒ね、これもさっき言った3マス、これ5と3の、これ5と3の地形がすごいねドネイトしやすくて、ここに S ミノか Z ミノをどっちかを平たく置くことで T スピンの地形になりそうだなっていう。じゃあ試してね、 S ミノめっちゃ待ってるけん S ミノ置こう。そしたらここに T スピンダブルの地形できるやん。でなんならここに大ミノ置いたらこう T スピンダブル打った後ここすごい綺麗に開きそうだなみたいな感じで S ミノ置く。で屋根つける、大ミノで地形埋める、あとは T スピンダブルするみたいな感じかな。でここ、これも一緒ね、ここに置いたら、あこれまた階段ドネイトできそう、これほら階段ドネイトの地形。じゃあもう先にこうやって、Z ミノ逆を立てておく、あと屋根つける、あとは T スピンダブルするみたいな、こんな感じ。階段ドネイトはね本当にめちゃめちゃめっちゃ基礎的なドネイトなのにめっちゃ使うけん本番で、うん、これはね絶対に覚えとってほしい。まあこれもある意味ドネイトになるしねみたいな感じです珍しい、たいやきさんガチだ今日の解説ガチだ。こんな真面目に解説しろたいやきさん、珍しいぞ。普段ファーっとしか言ってないのに。俺はもう特にね本番めちゃめちゃせがるけんさ、こういうねあのリカバリーの T スピンなんかもうお余裕なんですよ、たいやきさんにとっちゃもうお余裕ですからね、うん、余裕じゃないからお余裕やから。これとかもちょっと発想の転換でね、あえてこっちに作るみたいなこともできるし、ドネイトはこんな感じ。あ、これとかもほら、また出たやろ、これ。これ 3と5の地形。これ 3と5の地形。これよく覚えてな。3と5の地形はドネイトめっちゃしやすいけん。3マス5マスってやったら、ここに S ミノか Z ミノを置くだけで、簡単にね、ほら、ドネイトができそうだな、みたいな。まあこれ結果的に普通の T スピンだったんやけど、他にも多分、それ専用のなんかサイトみたいなのがあるはずだから、そういう解説されてるとこ、まあこれは T スピンフィンなんですけど、うん、ガムシロパフェごめん俺分からん俺ガムシロパフェマジで分からん。あそうやろ、なんかねたいやきさんがようやんよる T スピン、あの T デッキ使った後にさらに T スピントリプルをやる方法を知りたいみたいなのがね結構ちょくちょくコメントに来とったけん、もうこの際に解説しとくわ。そんな別に難しいことやってないんやけど、まあよくあるのがこの瞑想法打った後かな。俺結構瞑想法好んで愛用するんだけど、あこれ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 、こういうパターンの時があるんや瞑想法組んだったら。でこうなった時の T スピントリプルの打ち方ってめっちゃ簡単で、まずあいみの、まあまずここにすごい綺麗に入る地形あるやん、もうすごくあいみの入れたいやん、すごくここあいみのぶっ刺したい気分になるけん、まずここにあいみの置きます。でまあ普通にここは T スピンダブル打ったんで OK。でこの後この地形になった時にここに Z ミノをまず置くねん。でその後に J ミノをここに置きます。で S ミノをここに、まあ、回転入れでもいいし普通に置いてスライド入れしてもいいし、こんな風に置く。で最後にこの L ミノをここに置くだけでほら簡単に T スピントリプルの地形を組むことができる。これはね割と強いしリカバリーとかにもね、パフェ取らんかった時の妥協系としてかなりね有効ってか、まあ使い勝手がいいから。あちなみにねこれ先にこっち S ミノ置いたんでも大丈夫です。先にこっち置いちゃってもこの後から来た Z ミノをここに回転入れすることによって、あとは上にかぶせたらこんな風に T スピントリップできるから、これも覚えとったらすごい。どうしても T スピン作る際わざと開けることが気持ち悪くなってしまい、どうしても火力を出すわけではなくて置きミスした時のリカバリーぐらいでしか使えないです。慣れてしかないですかね。まあね、でもなんか無理して T スピンダブルの地形を作りにいかんでも俺は正直いいと思っとる。まあ上級点になったらもうさすがに必須ではあるけど、まあ俺に勝ちたいとかね、うん、俺に勝ちたいとかであればもう正直そんな余ったれたことは言えになるんやけど、まあでも中級隊そこそこ多分友達よりかはテトリスできるよっていう目指したんだったら、正直無理して T スピンダブルの地形を作りに行く必要は
俺はないと思っとる。普通にいわゆるこの六三積みとか、まあ普通に平積みとかしょって、でたまたまここにたまたまこういう地形になることあると思うよ。たまたまこういう地形になった時に、あ、これあと屋根乗せるだけで T スピンダブルできるやんっていう時にちょこっと狙うぐらいで、正直いい。うん、これも一緒ね。ほら、あと屋根を乗せるだけで簡単に T スピンダブルできそうやん。こうなった時に屋根置いて T スピンダブルを作るぐらいでいい。だわざわざね、なんか T スピンダブルの地形こうやって狙いに行きよったら、ちょっと地形汚くなったりとか、最初結構すると思うんよ。こうやって普通に、最初はこうやって普通に平積みとかしよ、普通にテトリスしよって、で、たまたま、なんかあと屋根乗せるだけで完成やな、みたいな時になったら、T スピンダブルをちょっと狙いに行くっていうのは、いいと思う。なんだこれなんだこれ、普通にね、もうなんか無理やり T スピンの地形を狙いに行くっていうのは、正直俺はせんでいいと思うよ。これとかも、まあ、ここに本当は、あ、ね、あの赤いのをここに屋根にしたら、T スピンダブルできそうやけど、まあ、それまで適当に置きよったら、ちょっと地形悪くなりそうだから、あえてここは普通に、こうやって置きよったら、ほら、ここにあと、S ミノ乗っけるだけで簡単に T スピンダブルできそうやん。こういう時にだけ、ちょっと狙うみたいな。で、別にここら辺は T スピンダブルの地形何も見えんから、ここは普通に置くだけでいい。で、ここも、屋根置いた置くだけで T スピンダブルできそうだから T スピンダブルをするみたいな、その繰り返し。ここが高いからね、こんなんやらんだろ、こういう T スピンダブルとか。誰がすんねん、こんな頭悪いんかってなるけ。これはここまでは狙わんでいい、マジで。あの安定した地形の方が絶対大事。あの T スピンダブルは打てたらいいねでいい、本当に。これはガチで、なんかたまたま見えた時にだけ T スピンダブル打つぐらいで、よくわかんない地形になっちゃったみたいな時は、とりあえず適当に組むが大事やな。これとかもちょっと頭の回転させたら、これで DT4 に見えるんやけど、これミスとるっていうねでミスっとるよね、これ。 DT4 じゃないんだよね。珍しく俺がすごい真面目なモードやなああこんなこと言うけんこんなこと言うから下手なこと言わんでよかった